今少しよろしいでしょうか。実はあなただけにお見せしたいものがあるのです。ここでは人目もありますから、一緒に来てくださいませんか。ありがとうございます。それでは参りましょう。これをあなたに見ていただきたいのです。兄と主人が交わしていた書簡です。たくさんありますでしょ。二人は書簡の中でもこの国の未来について熱く語っていました。そうですね。読み返していると兄と主人の声が聞こえてきます。この書簡をお見せしたのは、あなたに二人のことを知っていただきたかったからです。人々からは過激だ危険だなどと言われ、よく誤解されておりましたが、誰よりもこの火の元に生きる人々のことを思っていた優しい人たちなのです。そう、あなたと同じ。私はあなたが誰よりも優しいことを知っています。そんなあなただから私は力になりたい。もうこれ以上大切な人を失いたくはありません。この先もずっとあなたをそばで支えさせてくださいね。